ディ。もしもーし。もしもーし。お耳はこっちに傾けてね。約束ね。稲葉ハネルの独占タイム。どうもー。VTuber の稲葉ハネルです。アプリオーディから配信中。稲葉ハネルの独占タイム。番組ハッシュタグ独占タイムでの感想や実況をお願いいたします。というわけで、はい、いや皆さん先日のお誕生日配信盛り上がりましたね。ねえ、3月3日が私お誕生日だったんですけど、その3月3日に合わせてね、お誕生日ライブを YouTube で無料ライブを開催いたしまして、すごい盛り上がったんだよね。ねえ、ほんとなんか、マックスでなんか8000人近くの人が見たみたいな。そう、しかもそれが松本さんと渋川さんが暴れ回ってるシーンみたいなね。いや、確かにあれ面白いよね。ざーっとなんかチャンネル見ててさ、なんかアルパカと謎の犬が暴れ回ってたら何これって一回止まるよな。ありがとうございました。すごい反響もね、良くて。いやー、もうあれのためにもう、本当に結構長い時間準備したし、出演していただくね、ゲストの皆さんにも私から個人的にね、一人一人お願いしに行って、そう、で、なんか、何を歌うかとかさ、そう、いつだったら収録行けるかとかさ、いろいろね、何回もお話を重ねて、で、収録をして、収録もね、なんかみんな忙しいからさ、時間がね、合うわけじゃないから、生で出れる人とこう、収録の人とか分けてみたいな、収録もこの人、この人、なんかどっちかに行けますかみたいな聞いたりとかして、すごい大変だった。すんごい大変だったよ。2ヶ月前もう2ヶ月ぐらい前かな、これ準備を始めてたんですけど、いやー面白かったですね。ね、ソロの曲はもうとにかく可愛いなんかアイドルっぽい曲とかをねやりたいなっていうのと、あとなるべくみんなが知ってそうな曲をやりたいなっていうのがありましたね。で、あとは今回の新曲と前のねオリ曲独占予報を歌うっていうのを決めてたんですけど、いやコラボパートの曲は、まあ、パトラとやるのは毎回パトラのオリジナルの曲やるってのも決めてるんで、なんか最近なんかパトラと歌ってないのなんだっけみたいな。そう、結構いろいろ歌ってるからパトラと。何があれっけ、あーラムネやってないからラムネどうみたいな。で、ラムネイロクレーターってすごい、パトラの曲なんですけど、ラムネイロクレーターってすごいさ、なんか、エモいからさ、ちょうどなんかこう、久しぶりに二人で共演するのにいい感じじゃないみたいな話をして、ラムネになりましたね。あとは、松本さんは、なんか、いつも古い曲歌ってんね、あの人。なんかのなんかイベントとかカラオケとかで歌うとき、なんか、私でも知らないようななんか曲をいつも歌ってるから、最初なんかすごい、何が歌いたいって言ったらめっちゃ古い曲言われたけど、私わかんなくて、いや、それちょっと知らんわ、って。だから、じゃあもうなんかねるちゃん決めていいよって言われて、ビートで投票言ったら、こんな難しい歌歌えるかなみたいな。いや、そんなに難しいかなって言って、そう、なんか頑張って覚えたらしいんだけど、まあ、とにかくラップにかなり苦戦されてましたね。で、シムは3人で歌うから、なんか、AMG 1時とかいいんじゃないって言ったら、もう任せてみたいな。もう歌詞見なくても歌えるよ、みたいな。もう昔から歌いまくってるから、もう余裕だよ、みたいな。で、そっちもなんか松本さんがまたラップができないっておっしゃってましたね。ね、で、ルリちゃんは、もうねるちゃんが好きな曲なら何でもいいよって言うから、じゃあもうアイドル曲でもいいって言ってアイドル曲を何曲か出して、その中から選んでって言ったんだけど、ルリちゃんが選んだやつを、いやでも待って、ルリちゃんとやるならやっぱパピプペポップがいいって言っても、何のためになんか選択肢出したんだっていうね、パピプペポップを一緒にやりましたね。あと、キキは、そう、キキとはもう昔からね、アイドルの話よくしてるから、もうアイドルソング歌うの決めてたんですけど、何曲もね、候補あって、どれにするみたいな、結構悩んで。でもやっぱり、まあ、お誕生日だし、おめでたい歌歌うかって言ってね。超めでたいソングにしました。で、あとは、リュウシェンとキラメね。あれはもう前から決めてた。なんか、ヘラクレスで歌うとき絶対これやりたいと。大人ブルーを。絶対やりたいってずっと思ってて、いや、これチャンスと思ってさ。リュウシェンにあれ歌わせたい。鈴鹿のパート歌わせたいと思って。そんだけ。
鈴鹿のパートをビューシーに歌わせたいって、それだけのためにアレンジしました。そうで、最初はキラメが出れないかもって話だったんで、ちょっとね、いろいろ、技術的な問題で。でもなんか、ギリギリになってキラメいけるかもとか言い出して、じゃあキラメ、一緒にやるべみたいな。で、なんか、やっぱ本当は、リュウシェ一人で歌わせて、私が一人でずっと首振る踊りしてようと思ってたんだけど、あ、じゃあキラメもいけるなら、じゃあ二人でやるかって。で、あれもなんか、収録の当日に、じゃあちょっと、これやろう、これやろう、みたいな決めてさ。その場で決めました。結構ね、コラボパートはその場で決めたやつ。ビートで逃避ぐらいかな、練習しといてって話をしてたのは。うん、超めでたいソングもその場で、そう、こうしようぜ、みたいな。もうあれ当日よ、だから当日こうやってやろうぜ、みたいな。で、当日結構やってみたらさ、リハで、え、激しくない？結構きつくない？とか言ってね。思ったよりきつかったな。まあ、いろいろね、やりまして楽しかったですね。ね、すごい反響も良かったし、皆さんありがとうございました。本当に大赤字ですので、お金かなりかかってますので、ぜひ皆さん、グッズの方を買っていただけると嬉しいです。お願いします。1個でもいいんでね、お願いします。はい。そして、まあ、そこでね、先ほどもちょっと申し上げましたが、サードシングルのめっちゃみーちを初披露しました。いやー、めちゃくちゃ可愛い曲でしょ？ねえ、なんか、ハネルがもういかにも好きそうなアイドルソングですか。はい。ちょっとまあ、そのお話は、一回聞いてからにしますか。ね、一回聞いてからにしましょう。ということで、ここで、はい。稲葉ハネルサードシングルの、めっちゅうみーちゅう、フルで、お届けします。番組では初オンエアになりますね。すっごい可愛い曲なんで、ぜひ聴いてください。稲葉ハネルで、めっちゅうみーちゅう。矢印でも止まれない、いつだって君を思うよ、なみなみフォーミューラ、ワンツーアンストップポン、目が合った画面越しに恋は自然と始まって、世界は君一色めくるめく鮮やかに、涙もあったのかなんて考えるだけでもう胸が張り裂けそうだ、
ということで、お届けしたのは稲葉ハネルでめっちゅうめっちゅうでした。あの、全然関係ない話していい？今お母さんからさ、 LINE が来て、あの、ママネルね、あの、今プリンくんカフェにいるよとか言って、あの、多分これオタクだな、オタクがあのハネルのぬいぐるみを持って等身大パネルの写真を撮っているところをお母さんが写真撮って送ってきた。盗撮だろこれ、ごめんね、これ盗撮された人、あの、外に出してるわけじゃないからごめんね。ねえ、なんかしかも、あ、マネージャーよ、今ね在庫が届いたって店員さんが言ってたってだそうです。ちょっとなんか1個買っといてほしいって言ったら、2個あるよって言うから2つって言っとくわ。はい言っときましたはい、というわけでね、新曲めっちゅみっちゅ聴いていただきました。いやー、めちゃくちゃ可愛い曲だよね。ねー、これね、もともとね、エレメンツガーデンの偉い方とちょっとお友達になって、その時にちょっと曲エレガに作ってほしいんですってこう直接お願いしたのよ。そしたらなんか、あ、いいよ、ぜひぜひやりましょうって言ってくださって、で、ちょっとミーティングが組まれて話して、で、じゃあエレメンツガーデンの中でもこの二人がいいと思うって言ってね、あの、藤田さんとね、小田さんをご紹介いただいて、で、ハネルがすごい好きな曲が一個あって、サンリオ V フェスで今年歌ったキューマイフラワーっていう曲があるんですけど、バンドリの曲でね、あれがもうめちゃくちゃ好きで、まあ、もともとアミタが私をね、あの、スパガの頃から好きだったのもあって、すごいいい曲なの、キューマイフラワーって曲が。もうアイドル曲としての完成度も高いし、まあ、アミタが歌うまいのもあるし、あと、なんだろう、明るくてコールしやすい曲なのにちょっとエモいんだよね。そう、その曲が大好きで、だから、その、キューマイフラワーめっちゃ好きなんですって言ったら、その、小田さんをね、歌詞の小田さんを紹介していただいて。はい、なんでね、ちょっと気づいてる人いたよね。私がキューマイフラワーをサンリオ V フェスでいきなり歌って、なんだみたいな。え、ねるちゃんバンドリー好きだったっけみたいな反応してる人結構いたんだけど、めっちゅうめっちゅうの作詞作曲を見て、あ、そういうことかみたいな。ね、X で言ってる人結構いたわ。鋭いやつらめ。よくわかったわね。そうなんです。そう、だからちょっとちょっとエモい感じ、なんか哀愁漂う感じがあるところが、私もめっちゅうめっちゅうもすごい気に入ってまして。いい曲だよね。ただ、みんなもちょっと思ったと思うけど、ラップパートやばいぐらい下手だよねこれ売ってる音源でこんなにラップ下手なことあるっていうぐらい下手よね。いや、うすうす私も思ってたんだけど、いや、下手だね赤ちゃんのラップみたいなね、やばいよね。だからもう、あれだからライブの時とかも、あれもコーラスにしてさ、生で歌わないことにしてもうずーっとあのクソヘタラップが今後コーラスとして使われていくというね。いや、恐ろしいですね。いつかなんか、ラップもなんかライブでやれるぐらい上手になるといいな。はい。そして、ダンスも可愛いですよね。ダンスは、独占予報に引き続き、牧田佐子先生にお願いいたしました。元ね、パスポのね、私が大好きなフルーツジッパーちゃんとか、あとさ、最近だとなんか、サインは V とかね。あとは、トキセンとかのね、振り付けもやってらっしゃる。元アイドルの先生ですごいね、振り付けが可愛いんです。みんな見てくれましたか？振り付け。そう、今回もね、牧田佐子先生にね、いろいろポイントとかも教えていただいて。またこれね、なんかどういうところがね、真似すると真似しやすいかとかね、そういうのもね、今後みんなが踊る機会あると思いますので。またきっと東京 FM のイベントでみんな踊る機会があると思いますのでね。ちょっとポイントなんかもね、詳しく教えるなんか回とかもね、作っていきたいなと思いますけど。はい、あと、MV も公開されました。MV も可愛いよね。いや、今回ね、3D のライブも、あと、MV の撮影も全部ね、浅野瑠璃ちゃんとかが、やってるひまっしさん。ひまっしスタジオさんでお願いしまして。はい、のりさんにね、全部 MV も作っていただきました。いや、すごい可愛いよね。ね、ステージもね、本当に可愛くて、専用に作っていただいたんですけど。ね、でもなんかさ、
その MV の収録の時もさ、ルリちゃんがもうスタッフとしているわけよ。いや、おかしいでしょ。そもそもルリちゃんがさ、あのクラスの VTuber はスタッフで私のところについてきてくれるっていう。でも、稲葉はねる TO だからさ、やっぱルリちゃんが、いや、これはもうちょっとこのアングルがねるちゃんなら可愛いと思うとか言ってさ、ノリさんに言ってんの。いや、もう、稲葉はねるトップオーダーだからさ、やっぱ、私より稲葉ハネルの良さ知ってるからさ、ここがこうした方がいいと思うとか言って、こうルリちゃんもノリさんとかに言ってんね毎回。いや、さすがね。おかげでとってもいい MV になりまして、本当にありがとうございます。皆さんぜひまたチェックしてみてください。はい、というわけで、リリースグッズとしてね、はい、桂正和先生の書き下ろしのイラストのあのジャケットを使用したCD 風アクリルキーホルダーですね。シングル CD 風アクリルキーホルダー。あれってシングル CD っていうの、あの四角い形。そうなんだ。それのアクリルキーホルダー、発売中でございます。折り曲は基本大赤字でございますので、ぜひ皆さん買ってください。あれパカって開いて中からね、CD が出るらしいね。まだねるちゃん現物見てなくて、今日サンプルが事務所に届いたらしいんですけど、私まだちょっと見れてないんですけど、また見れたら写真とか載せるね。すっごい可愛いので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。そして現在、私の愛しのカルピッピ、ポムポムプリンくんとポムポムプリンカフェのコラボを実施しております。はい、私とね、プリンくんのとっても可愛いグッズがもう大量に出ておりますので、ぜひ皆さん1個でいいので買ってください。1個でいい、本当に。いや、1個じゃダメ、2個、3個ぐらい買ってもらえるともっと嬉しい。はい、なんかやっぱね、見てると、みんなの反応見てると、ぬいぐるみがとにかく好評で、いや、ぬいぐるみマジで可愛いよね。しかも私が一番好きなプリンくんのぬいぐるみの素材で、プニプニしたムニムニしたあの素材がとにかく好きで、私、家にあるプリンくんもほとんどあれなのよ。まあ、あの素材のプリンくんを見つけたら全部買うって決めてて、いや、プリンくんのグッズって全部買ってるととんでもないことになって家もう破裂するので、結構選抜しなきゃいけないんだけど、あのプニプニの素材の時は絶対買ってんのよ。で、私とか、麦きなが寝てるぬいぐるみがあるんですけど、あの素材の超でかいやつがあって、あれを、私のベッド3個置いてあって、私がそれを1個枕にし、あとの2つは麦ちゃんときなちゃんがそれぞれ、ベッドとして寝てるのよ。だからあの素材プニプニしたやつが、めっちゃでかいやつがあるのよ。ちょうど麦ときなが収まるぐらいのサイズで。で、私はなんか頭をちょっとそこに乗っけて寝るみたいな。だから3個いつも並べてます。もうだいぶね、くたくたになってきてるよね。綿とか出てきてください。最近。麦ちゃんが激しいからね。はい。ぜひ皆さんコラボグッズよろしくお願いします。そして、3月28日木曜日は、稲葉はねる松本義弘による最速で強くなる麻雀という、麻雀の戦術本が出ます。まあ、初めての戦術本かな？ハネマンマージャン一応戦術本シリーズで出てるけど、どう考えてもあれ戦術ではないので、初めてのマージャンの戦術本ですね。こちら多分、私がジャンゴーになる前、今ジャン制なんですけど、それの一個前ジャンゴーになる前、ジャンゴーになりたくてこう頑張ってる時期ぐらいのことをこう思い返してやりとりを載せてもらったりとか、その時に教わったこととかを改めて載せてもらったりとかしてますので、すごいジャンゴーになりたい人。いや、めちゃくちゃぴったり。ジャン生ぐらいまであれでもなんかいけるんじゃないかな。私はやっぱあの知識でほぼジャン生ぐらいまで行ったんでね。だからまあ確かにすんごいなんか上級者の人にはちょっと物足りないかもしんないですけど、まあ、一般人の中ではめっちゃちょうどいい内容だと。私だったらめっちゃ勉強な、改めて読んでね、私もすごい勉強になりましたしね。ぜひ皆さん読んでみてください。そして、この前の配信に新コーナーいろいろできました。改めておさらいします。一つ目は、あなたとハネルの推し本リレー。ハネルがおすすめする本を紹介します。今の課題図書は、私の大好きな田村由美さんのセブンシーズという漫画です。この本読んで感想を送ってください。もうすでにいろいろ届いてるみたいなんですけど、もうちょっとなんか揃うの待とうかなと思ってます。そして、あなたがおすすめする本も私に教えてください。エッセイでも絵本でも小説でも漫画でも何でも大丈夫です。私が実際にその本を読んで感想を番組でお話しします。交互におすすめの本をね、紹介していこうと思っております。そして二つ目、ねるちゃんにおすすめを教えたい。リスナーさんのおすすめ私に教えてください。物でもことでも食べ物でも旅行、便利グッズ、ゲーム、何でも OK です。もう何でも大丈夫なので、私なんか結構知りたがり、知識欲今旺盛なんでね、ぜひ皆さんいろいろ教えてください。そして三つ目は、教えてあなたの失敗談。
あなたの失敗談教えてください。みんなと共有して笑い話にしちゃいましょう。ちなみに今日私はまた電車を間違えてちょっと遅刻してきました。結構早く出たのにな。結構早めに出てまた遅刻するっていうね。で基本的にすぐ道に迷ってすぐ電車間違えるんで、割と30分前行動とかしてるんですけど、今日運悪くね20分前行動だったんで、そしたらちょうど10分遅刻したから、要するにいつも通り30分前行動だったらぴったりだったね。惜しかったね。その他私への質問や伝えたいこと何でも募集中です。すべてのメッセージはオーディの番組ページにあるメッセージフォームと書かれた青いボタンタップして送ってください。独占タイム稲葉の物置小屋でお会いしましょう。オーディプレミアムは月額500円のサブスクサービスです。プレミアム宛てにメッセージをくれた方は稲葉ハネル直筆筆文字色紙プレゼント中です。ぜひ会員になって楽しんでください。それじゃあまた後でー。